はい、皆さん、こんにちは。クーガです。今回なんですけれども、マジで100億年ぶりぐらいって言っていいほどで使ってないライトルーム、CC の方ですね。クラウド版で使える方ですね。スマホとかで、使える方と、使えるライトルームの、ソフトなんですけれども、こちら今回はね、使ってレタッチしていこうかなと思います。ただ、今回撮影したこの写真なんですけれども、めちゃくちゃスマートフォン、まあ、iPhone ですね。の、デフォルトのカメラで適当にパシャッと撮ったやつですね。なんで、こちらの写真を、まあ、JPEG ですよね。JPEG の写真を、Lightroom CC を使ってレタッチしていきたいかなと思います。まあ、なんでね、今回この、写真と、このソフトでレタッチしようかなと思ったかというと、まず、スマホで撮った写真って Lightroom CC で結構レタッチする方とか、まあ、あとはね、なんか、アプリのカメラとかね、使って撮る人、多いかなと思うんですけれども、わざわざね、スマホで撮った写真とかを Lightroom Classic の方、つまりPC の方に移行させてレタッチする人って、まあそんないないと思うんですよね。しかも JPEG だし、そんなに、なんだろう、レタッチの範囲とか限られてると思うんで、まあ使わないと思うんですよね。なんで今回は Lightroom CC を、使って JPEG の写真をね、スマホで撮った、JPEG の写真を、レタッチしていくっていう感じになるかなと思います。はい。で、とりあえずレタッチしていこうかなと思うんですけれども、まずね、PC 版の Lightroom Classic との違いとしましては、まあ、個人的に一番大きいのは、なんだろう、キャリブレーションがないことですかね。追加されたのかな？わかんないですけど、もう使ってなさすぎて知らないんですけど、多分ないんじゃないかな。ないですよね。はいはい。カラーミキサーはまあ普通にあるっぽいですね、これ。これ全部表示とかできないのかな？でも表示見方わかんない。コンパクト、コンパクト、ああなるほど、こういう風になってんだ。全部一気にできないですね、これ。カラーごととかできるんですけど、これはターゲットツールですかね。はい、多分ね、PC 版の Lightroom Classic との違いとしましては、まあ、キャリブレーションがないことが一番個人的には大きい違いかなと思うんですけれども、他はね、大体あんま変わんないし、トーンカーブもあるんでね、いつも通りレタッチできるかなと思うんで、早速やっていきたいかなと思います。はい、まずですね、この写真、まあ、まあ、いつも通りレタッチしていく、PC 版でやってるようなレタッチをしていこうかなと思うんで、まずね、まあ、録音量とか調整したいんですけれども、今回はトーンカーブあんまり曲げすぎると JPEG 写真なんで、かなりね、トーンが潰れたり、この辺まで下げると結構潰れてますよね。まあ、こういう風になんか、ノイズが出てきたりとか、結構しやすくなるんで、あんまり曲げれないっていうのが難点なんですけど、ちょっとね、写真明るいので、一旦これをね、暗くしてから始めようかなと思います。で、トーンカーブなんですけれども、いつものように、曲げていくんですけれども、今回はね、3点適当に取って、コントラストを作っていくって感じですかね。で、シャドウ側今回はもうグリーンにしていこうかなと思うんで、シャドウ側はグリーンより。ハイライト側は、まあ、レッドそんなに良くさず。まあ、グリーン側だけどんどんこう調整していくって感じですかね。まあ、レッドが出てこないようにっていう感じですかね。はい。まあ、適当ですね。もう適当も適当です。でちょっと、ブルーはシャドウ側を、少し持ち上げてブルー出して、ハイライト側ですね。ちょっとイエロー側にしようかなと。本当に少しとか、少ししか曲げてないんですけれども、この状態と、この状態がレタッチする前でレタッチしたって感じですかね。ちょっと全体的にグリーンになったんじゃないかなと。これでトーンカーブで、コントラストをつけていくって感じですかね。あ、そんなにこれも曲げなくても大丈夫そうですよ。いらないっすね。はい。同じかな？こんな感じ。で、いつも通り、コントラスト、ハイライトとかね、この辺触っていくと。特に解説はいらないと思うんですけど、まあ、いつもとやってること一緒なんで。で、ノイズがね、ちょっと出てきてるんですよね。コントラストがやっぱ強くなってきてるんですけど、この辺どうにかできるのかな？ディテール、これですかね、ノイズをちょっとだけ低減していこうかな。30とか、はい、こんなもんかな。粒子とかね、後でどうして足すとね、そんな目立たなくはないんですけど。まあ、この辺もこんな感じでいいかな。ポイントカーブは飛ばして、カラーも今回使わないで、カラーミキサーですね。色相からやっていくんですけれども、まあ、レッド、オレンジをちょっとだけ、レッド側に。イエローは、オレンジ側に。グリーンはアクア側にして、後でサイドを抜くって感じですかね。ブルーとかあんま乗ってないんですけど、まあ、若干アクア、ブルーは、右に寄せて、グリーンから色を離してあげるって感じですかね。くっつかないように。で、パープルとマゼンタ、まあ、一応花とかに色があるんで、まあ、
触らずに、おかしくならないように触らずにいこうかなと。で、サイドなんですけれども、オレンジがちょっと強いので、若干マイナスですかね。イエローは多少強くてもよくて、グリーンはマイナスで落ち着かせるって感じですかね。もうちょっとグリーンをね、アクアガに持ってって、サイドマイナスにしても良さそうなので、色相を、こっち側に持ってくる。まあね、この辺もキャリブレーションがないのでね、後で、また修正できないので、この辺もね、ここで、考えながらやっていいかなと思います。スキドとか落としてもいいですね。で、アクアブルーのサイドなんですけど、まあ、ここサイドバー足す必要はなさそうなので、マゼンタとパープルだけちょっと抜いて、色がね、目立ってるところを抜いてあげました。色なんですけれども、まあ、これもそんな触る必要ないですけど、グリーンをね、ちょっと落ち着いた、トーンに、じゃ感下げていこうかなと思います。で、アクアとブルー、ちょっとね、これ暗いので持ち上げるって感じですかね。パープル、マゼンタ、無視で。まあ、あんまり触りすぎるとね、ちょっと、色おかしくなっちゃうんで、これぐらいかな。で、カラーグレーディングですかね。これもいつもと同じような感じの色取っていこうかなと思うんですけれども、まずブレンドマックスにして、バランスを80ぐらい、90にしようか。で、色なんですけれども、これを210ぐらいにしようか。210のサイドを、50なと、まあ、適当に。で、サイドどれくらいだ？頑張って。なんか今飛ばしたよな。210のサイドは50じゃないですね。サイドは、30とかでいいか。で、こちら、ハイライトの方が色相57の、ハイドが43とか。あれ、できてない。57。はい、これでいいかな。これで大体ね、色決まったんじゃないかなと思いますかね。まあ、もうちょっと、まあいいか。こんなもん。57の、なんですかね。で、輝度。まあ、この辺もね、ちょっとずつ触って、ディテールを先に。でもう仕上げちゃおうかなと思うんですけど、中間を触らなくていいですね。相手の方をちょっと明るくして、まあ、スマホ写真でもね、これぐらいまで、レタッチできるかなと思うんですけど、これどうやってビフォーアンドアフター見せるんだろう、わかんないや。いや、あとは粒子なんですけれども、これもね、少し自分は足した方が好きなので、まあ、スマホ写真とかに、ね、粒子足した方がむしろね、逆にこう、ノイズとか分かりづらくなるからいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。あとは、まあ、サイドちょっと調節、全体的にしてないので、この辺ですね。全体的にサイド、まあ、抜いて、まあ、落ち着いた感じにして、終わりでもいいかなとは思うんですけど、どうでしょう。明瞭度とかどこだっけ？効果だっけ？効果。これか。テクスチャー、ちょっとね、全体的にパキッとしすぎてるので、まあね、ピントもね、スマホの写真って結構全体的に合いますよね。テクスチャーマイナス、明瞭度はマイナスしなくていいですかね。あとはちょっと写真暗いので、もう少し明るく。シャドウとかね、上げすぎると、あんまスマホの写真良くないんじゃないかな。こんな感じですかね。はい。まあ、ビフォーアンドアフターね、どんな感じになってるんだろう。ちょっとわからないんですけれども、これかな。とか。あんないや。まあ、いいや。とりあえずね、結構最初の方の動画、動画の最初の方の写真の方に、戻ってもらえたらね、わかると思うんですけども、まあ、結構ね、色合いとか調節できるんですよ。で、ノイズもそんな出てないし、色かぶりもね、そんなないんで、スマホで撮った写真でも、まあ、意外とね、まあ、ライトルーム CC 使えば、調節できるので、ぜひね、スマホで写真撮った場合とかは、ライトルーム CC に取り込んでね、タッチしてみていただけるといいかなと思います。はい、今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、高評価等していただけると嬉しいです。現在ね、ライトルームのプリセットと、販売しておりますのと、メンバーシップもね、やっておりますので、興味がある方は概要欄見ていただけると嬉しいです。次回の動画はまた明日、明後日になるかなと思います。ありがとうございました。